クワット、膝曲げはできましたか？今回はより効果を出すようにスクワットのバリエーションを入れていきますので、一緒に頑張りましょう。運動前に皆さんの体調の確認をしていきましょう。熱っぽくはありませんか？咳や鼻水は出ていませんか？寝不足ではないですか？痛いところはないですか？呼吸は苦しくないですか？体調の優れない方は体調を整えてご参加ください。さあ、それでは体の準備をしていきます。まずは足を楽に開いて、つま先が正面です。浅めに座っていただいたら、さあ体を少し前屈です。両手をお尻に当てていただいて、お尻の肉を左右にどかし、骨盤の一番下にある座骨が床に対して垂直に立つようにします。さあ、そして背骨をよいしょと伸ばしながら胸を楽に開いてください。それでは少し呼吸からいきます。両手お腹に当てていただいたら、息を吸って胸お腹が膨らみ、吐きながらお腹がスーッと沈んでいきます。吸いながら胸お腹が広がって身長が高くなるイメージで、吐きながらお腹がへこんでいくと少しそのお腹に力が入る、この感覚を忘れずにこれからの動きへと入っていきたいと思います。それでは手を下にストンと下ろしていただいたら、吸いながら肩を上げ、吐きながら肩を下げながら右に頭を倒します。吸いながら頭正面、肩上げます。吐きながら反対の左側に頭を倒し、肩を下げてください。吸いながら肩上げ、顔が正面、吐いて頭は右、そして肩は下へ。最後です。吐きながら頭は左、肩は下です。さあ、それでは顔を戻していただいたら、両手は肩、または肩につきづらい方は手を離してグーの手にします。吸いながら肘を前側から上げ、後ろ側から下ろす。吸いながら肘前上、そして後ろ側から下ろします。呼吸も吸ったり吐いたり、吸ったり吐いたりしたら反対回しいきましょう。外側から上、前側から下ろします。息を吸って吐いて、肩の動きがどんどん良くなっていく、そんな変化があるといいですね。さあ、この肘を胸の前でくっつけます。肘を空へと押し上げます。肘を開いてから後ろ側へとストーンと下ろしてください。もう一度前側、上に上げ、開いて下ろす。最後です。前側です。上げます、開いてから下ろしていただいたら、手を下へ。さあ、胸と背中を伸ばします。吸いながら手を広げて体を前に押し出す。吐きながら背骨丸くしながら自分のおへそをのぞき込んで、吸いながら手を開き、体をぐっと空に押し上げ、吐きながら背中を丸く自分のおへそをのぞき込みます。吸いながら手を開いて胸から喉まで開き、吐いて体丸めましょう。さあ、両手を前で組んでいただいたら、吸って吐きながら背中は後ろ側へと膨らませ、腰が背もたれにつくぐらい、両手も前方に伸ばしながら大きなボールを抱えるようにします。一呼吸置いたら手のひら外、手のひら前に押しながら、次の吸う息で手を空に押し上げ、気持ちよく伸びをします。吐きながら手をポーンとほどいていただいたら、伸びた体維持して胸の前でバッテンを作ります。そして左右にゆらゆらと揺らしていきましょう。小さな動きで結構です。さあ、小さく小さく揺らしながら、徐々にその動きを大きくしていきます。ゆっくり大きくしながら、肘の位置を肩まで上げていただいて、そしてここでも背骨をゆらゆら揺らしています。左の手はもも、右の手だけを前に動かしていただきながら、その動きに慣れてきたら肘を斜め前方へ伸ばします。さあ、息を吐きながら遠くへ伸ばし、肩の付け根、背中を開いていきましょう。遠くへ伸ばしたら引っ張る、遠くへ伸ばしたら引っ張る。最後は目線を肘、指先と交互に動かしていきます。あと2回いきましょう。最後です。
では手を前に置いて重ねながらゆらゆらです。今度は右の手を足の付け根または腰に置いていただいて、左手だけが前後に動きます。慣れてきた方から肘を伸ばして、斜め前方に向かって遠く伸ばします。呼吸は吸ったり吐いたりですが、同時に目線も指先から肘、指先から肘へと変えていきます。あと4ついきます。4回3回2回最後です。それでは体を正面から手を重ねて動かします。一度止めていただいたら、手を股関節から腰に置いて、右の手頭の後ろまたは頭の横側でもいいですね。ゆっくりと肘を上げたり下げたりします。肘が上がったり下がったりしながら、だんだんと体の動きを引き出していきます。体が横へ倒れながら、右の脇腹や腰を広げていきます。慣れてきたという方は、その肘を遠くへ伸ばして、そう、耳の横を通ってさらに遠くへと腕を伸ばしていきます。呼吸は吸ったり吐いたりします。吸ったり吐いたりした後、あと2回いきましょう。最後です、肘を曲げていただいたら、手を交互に動かします。左右へ左右へ、そして体はまっすぐに伸びたまま、今度は反対側です。右の手を股関節から腰に置いて、左手だけが上がったり下がったりします。さあ、徐々に自分の体も右へ倒しながら、左の脇腹腰を広げていきます。だんだんとその肘を伸ばしていただきながら、できるだけ遠く、そう、遠くに腕を伸ばしながら、脇や腰をより広げていきたいですね。さあ、あと2回だけいきましょう。最後です。手を曲げていただいて、両手また動かしていきます。背骨をまっすぐ伸ばしたら、そのまま手を前側です。大きく振っていきます。さあ、その手丸く円を描いていきましょうか。さあ、それではそろそろその手を小さくしながら下に下ろします。今度は皆さんのお尻を持ち上げながら、右のお尻をぐーっと椅子に押しかけます。真ん中から反対側へ、真ん中から反対側へと、お尻が押すことによって反対側のお尻が上がっていきます。骨盤の動きを引き出していきますね。さあ、それではかかとまで一緒に上げます。かかとまで上げて、そうです、上がったお尻と同じ方のかかとが上がったところで、さあ、そろそろ右足から歩き出しましょう。1、2、1、2、1、2、1、2、手はグーを使って前後に動かします。さあ、前と後ろに動いていただいたら、今度は手を横に振ります。1、2、1、2、1、2、1、2。さあ、そろそろ手を前後にまた戻します。戻していただいたら、今度はその手をももに軽く置いていただいて、そして手をずらしながら少しお辞儀をします。股関節からお辞儀をしながら、さあ、膝の下にかかとありますか？足は拳一つぐらい空いてるでしょうか？少しお尻を持ち上げる運動をします。一度ここで止めていただいたら、さあ、体重を前にかけ、手で膝、ももを押しながら、お尻を10センチ上げてまた下ろします。手をずらしながら押し、お尻を持ち上げます。また下ろします。さあ、この動きは後で使っていきますので、体で覚えておくといいですね。さあ、それでは立ちましょう。手でももを押さえながら、お尻上げて、膝、股関節を伸ばし、正面を向いてください。それではそこから椅子の横に来ます。皆さんは椅子の後ろ側に来ていただいていいですか？私だけ横を向きますね。さあ、今度は皆さんの足首を動かしていきます。手は背もたれに置くか、または壁に置いてください。かかとを持ち上げます。そして下ろしたら、つま先を上げます。かかとを上げます。つま先を上げます。交互に行っていきますが、指の付け根5本で床をしながら、かかとを上げ、下げたら、つま先すねに向かって持ち上げます。もう一度かかとをぐーっと持ち上げ、そしてつま先を上げて、最後の1回にしましょう。かかとを上げ、指で押さえ、そしてつま先がすねに向かって持ち上がりました。
さあちょっと力を抜きますよ。そしたら今度は皆さんの足です。体の横動きのスイングをしていきますね。手をもう一度前に置いていただいたら体少し前傾姿勢です。では右足を横へとずらしていきましょう。ブラーンブラーンと動かしていただき、不安がなければ徐々に大きくしていきます。つま先が正面向きながら動かされるといいですね。さあその股関節の動きがどんどんと大きくなっていきました。さあだんだんその足を小さくしながら止めていただいて、反対側に張ります。左足を前です。さあ前後に動かしていきましょう。ゆらゆらと揺れています。少しここでもお腹に力が入っていて、背骨がスッと空に向かって伸びてるといいですね。さあ股関節の動きどうですか。だんだんと動かしやすくなってきたでしょうか。ではそこで足を小さくしながら止めておきます。それでは椅子を縦にしていただいて横に入りましょう。足は楽に開いていただいたら、手は壁か椅子に持ちかけます。手を腰に置いていただいたら、今度はこの外の足前後に動かします。それでは皆さんのタイミングでお願いします。これも上半身がゆらゆら揺れやすいので、お腹にグッと力を入れて足を前後へと動かします。さあそろそろその足小さく動かしながら足を止めていただいて、反対側です。椅子を動かしていただいたら椅子の横に立ちます。手は腰に置いていただいて、あとは皆さんのタイミングで前後にゆらゆら動かします。さあだんだんでいいですね。足の動きがスムーズに動き出し、お腹に少し力が入っていく、そんな感覚を十分に体全体で感じています。はい、ではだんだん足を小さくしながら閉じていただき、それでは深呼吸です。吸いながら手を上、吐いて戻します。もう一度吸いながら万歳をするように、吐いて下ろしましょう。それではトレーニングに入りましょう。スクワットから始めていきます。最初に動きのポイントをいくつかお伝えしていきますので、一緒に確認をしてください。椅子の後ろ側に立ちます。足は腰幅程度に開いていただきます。つま先膝は同じ方向がベースですが、膝を軽く曲げた時に膝の方向が外側を向くなという方は、その膝と同じ方向につま先も外を向けながら行うようにしましょう。皆さんの足によって変わってきますので、どうぞ選んでください。さあ、手を前に置いていただいたら、足首、膝、股関節を同時に曲げていきます。曲げた時にももが床と平行を目安に行いますが、もちろんこの膝が高さを変えていただく、浅めに行っていただくのも構いません。また手の位置です。手は椅子に置く、または胸の前でクロスをする。今日は少しチャレンジという方は、手を胸の前に置いたり、お尻をより深く下げたりしながら行ってください。近くの椅子に腰掛ける、そのイメージがあるといいですね。それでは始めていきます。足の位置を確認しましょう。そして体を起こします。胸を開いていただいたら、少しお腹に力を入れる、その感覚をしっかりと体で覚えています。それでは手は椅子に置く方、胸の前でクロスをする方、どうぞ選んでください。それでは始めましょう。せーの、 1,2,3,4,5,6,7,8 2,2,3,4,5,6,7,8 3,2,3,4,5,6,7,8 後ろにお尻を突き出して、足で押しておきます。下がります、上がります。余裕があれば胸の前で手をクロスで持ち上がります。せーの、下げます、上がります、はい、下がります。もう少しだけ頑張りましょう。下がります、最後の1回です。12345678
5、6、7、8、はい、結構です。じゃあ少しお尻を、触ったりまたは足を動かしたりして楽に筋肉をほぐしてあげてください。さあ、それでは今度はその椅子を横にしていただいて椅子の横に立ちます。オルタネイトランジに入ります。さあ、オルタネイトランジは前回も行っていたのでなんとなくイメージは分かるよっていう方が多いのかなと思いますが、もう一度ポイントの確認を行っていきます。壁や椅子に手を置いていただいて反対の手は腰で体を支えています。足を一歩前に自分の安心する幅でいいので開いておきます。つま先膝は正面、内側、外側向きやすいので正面向けられるように足を置いてください。そしてかかとです。かかとは持ち上げていただいて5本の指で床を押していくといいですね。かかとがぐっと持ち上がるので安定感が増します。さらに上半身が前、または場合によっては横に傾いてしまうこともあります。お尻の尾骨、尻尾であるその骨を床にぐっと向けていただいて、そしておへそ、骨盤が正面です。そこからズボンのチャックをキュッと締めるように体を起こしてあげるとより動きやすくなります。前足で床を押しながら最初の位置に戻ってきます。さあ、今日は少しチャレンジできるよという方は足の歩幅もう10センチぐらいでいいので前にポンと出して膝も少し深めに曲げてみてください。もちろん自分が安心できる怖くないところでいいと思います。そして床を押しながら最初の位置に戻ってきましょう。それでは始めていきます。足は腰幅に開いていただいて大地をしっかり踏む、その力で体を起こします。お腹を軽くへこませお腹の力を感じてください。それでは壁か椅子を持っていただいて反対の手は腰です。それでは始めましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、一歩出して踏んで一歩出して戻ります。お腹は正面、お腹をへこませて顔は正面向けると安定しますね。前に出します、戻ります、出して戻る、呼吸も忘れないで。せーの、前です。前に押し出して最後の1回です。12345678、はい、お疲れ様でした。もう少し足動かしていきますね。はい、さあ、それではもう一ついきます。後ろ上げの動きになります。椅子はそのままで結構ですので椅子の後ろ側に立ちます。手を椅子に置いていただく、または壁でも構いません。椅子から少し体を離したら足は楽に開き、つま先正面です。進行方向前向けるといいですね。股関節から少しお辞儀をすると少しお腹にも力が入りやすいですね。顔は進行方向前、正面向けます。さあ、右足を後ろに引いていただいたらつま先がちょんとつきました。この時はそのつま先が少し外側を向いていただいて、そこから足を丁寧に押し上げ、お尻に力が入った感覚をしっかりと味わいながらまたその足を下げていくという動きでした。さあ、それでは始めていきます。今一度足の位置、つま先膝進行方向です。体を起こして両手を前に置く、または壁に置きましょう。顔は進行方向正面です。さあ、右足を後ろに引いていただいたら始めます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、ゆっくり上げて丁寧に下げていきます。
持ち上げます、下げます、顔は正面向けて、肩リラックスしましょう。お腹の力抜きません。丁寧に下げて、はい、持ち上げます、ゆっくり下げて、せーの、上げます、下げて、最後の1回、12345678、はい、お疲れ様でした。さあ、お尻を少し動かし、足動かしながら、その椅子を反対側に向けて、同じように左足も行っていきます。それでは椅子の後ろ側に立っていただいたら、手を壁や椅子に置いておきます。そして体が少し前傾になったところで、顔を進行方向前がいいですね。お腹の力しっかり借りながら、後ろ側に足を伸ばします。そしてつま先を少し外側に向けていただいたらスタートしますね。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、ゆっくり上げて、丁寧に下ろします。息は止めないで一緒に行きましょうか。せーの、吐いて、吸います、吐いて、吸います。顔は正面向けましょう。お腹の力抜かないで、上げます、下げます。12345678、はい、結構です。さあ、3つ終わりました。使った筋肉をしっかりと伸ばして、疲れを明日に残さないようにします。椅子の位置が動いている方は椅子の位置を変えていただいて、浅めに椅子に座ります。それではストレッチ貼りますね。足を最初に軽く開いていただいたら、その足、右足を横に出して、左足を向きを変えます。皆さんの右の手を背もたれ、または不安があれば椅子の下でもいいですね、置いていただいたら、この左足は足の付け根からまっすぐ下に膝を伸ばします。つま先は伸ばしてもいいですし、不安があればつま先を立てていただいてもいいです。どちらでもご自分がやりやすい方にしてください。それでは進行方向前、吸いながら体を起こします。吐いて、耳と肩の距離を十分に開けて、肩をストーンと下げます。もう少し伸ばしたいという方は、その左足の足の付け根を少し後ろ側にずらしていただく。するとより足の付け根からももがぐーんと広がる伸びを味わえると思います。さあ、ゆったりと息を吐いていただいたら、この伸ばしてる下の足の膝を立てていただいて、お尻の裏側に手を置いたら前側に足を動かします。さあ、逆側行きましょう。左足を横です。手もたれに手を置いていただいた方から、右足は股関節の下にスッと伸ばして、つま先を伸ばす、または立てる、どちらでも選んでください。それでは息を吸って体をスッと起こし、顔は進行方向前がいいですね。吐いて、少しお腹の力を加えて上半身を維持します。物足りないようでしたら、この右の足を少し外側にずらしていただいて、より足の付け根を広げてください。使った筋肉十分に伸ばしていきます。さあ、今行っている呼吸が吐き終わってからでいいので、右足の膝を立てた足裏床です。急がずに前側へと戻ってきます。戻ってきたという方から、今度はこの右足を前にスッと伸ばして、つま先を持ち上げます。両手は股関節、または椅子に置いていただく。吸いながら体をスッと伸ばしましょう。胸を前に押し出すようにしながら、股関節からのお辞儀です。股関節が深く折り曲がっていって、尾骨、お尻がツンと後ろに飛び出るような感覚で、
さあ、違和感がなかったら右のつま先を徐々に天井へ押し上げ、つま先がすねに近づいていきます。足の裏側全体を伸ばしていく。では今一度息を吐いてからでいいので体を起こしておきます。起きたら右足を曲げていただいて左足を伸ばします。つま先は天井です。吸いながら体を起こしましょう。お腹、胃、胸の順番で背骨が積み重なっていくようにします。吐きながら股関節からお辞儀をし、さあお尻をツーンと後ろに突き出しながらかかとを前に押していきます。足の裏側を伸ばします。首や肩、緊張ありませんか？目線は 2,3 メートル先、または首が痛くなければ正面向いていただくのもいいですね。再度大きく息を吐いていただいたら、体を起こしてから足を戻します。さあ最後です。この右足持ち上げたら、くるぶしをももの上に置いておきます。さあこの時に違和感があったりやりづらいなという方は、一度足を下ろして、この左足を少し前に出してから足を持ち上げる、どちらでも選んでください。では両手は椅子を持ちます。吸いながらもう一度体を起こして、吐きながらこのままでもいいですし、股関節からお辞儀をし、お尻もも裏がより伸びていく、心地がいいなというところを探っていただくのもいい。今行っている呼吸が吐き終わってからでいいです。左足で大地を押して、吸いながら体を起こす、吐いて上げてる足を下ろします。同じようにいきましょうか。左足を持ち上げて、くるぶしを膝の上、ももの上です。やりづらさ、違和感があれば足を下ろしてから膝を少し前に、そしてこの足を同じように持ち上げておきます。さあそれでは両手椅子です。吸いながら体をよいしょと起こす、吐きながら股関節からお辞儀です。たくさん使ったお尻周りよく伸ばしておきます。目線は 2,3 メートル先を見て、頭がだらんと垂れ下がるよりも少し前向いた方が安定しますね。今一度息を吐いていただいたらでいいです。体を起こしていただき、体が起きてからこの足を下ろしましょう。さあ足は腰幅に開いていただく、手を前で組んだら手のひら返します。吸いながら前に押し出し、空へと体ごと伸びていく。少し体を揺らしながら嫌な緊張を最後に取って、そして一度その手を止めたら、吸いながらもう1センチ手体を押し上げ、吐いて手をポーンとほどいて深呼吸です。吸いながら手を広げ、吐きながら体丸く自分のおへそを覗き込みます。吸いながら手を広げ、胸を前へと押し出します。吐いて丸める。最後の1回にしましょう。吸いながら手を広げて目線空まで、吐いたら丸め、両手もも顔体を起こします。次回までスクワットとオルタネートランジを行ってみてください。フォームがやや難しい種目ですが、日常生活には非常に大事な運動なので、ぜひ続けてみてくださいね。